こんにちは、みーです。ご視聴ありがとうございます。今日はこれからマシューコやクッシャル湖の方を回って2泊3日の車中泊旅に出かけたいと思います。ノープランなので少し不安もありますが、しっかり楽しんでいきたいと思います。道の駅ステラ本別です。綺麗。かすってるけどすごい綺麗。いや、これ晴れた日にもう一回行きたいです。
道の駅摩周温泉に着きました。道の駅の駐車場がもう満車で止められなくて、今臨時駐車場の方に見に来ました。結構離れてます。こんな感じ。あの木の向こう側に道の駅があります。ちょっと道の駅も見に行きます。あの向こう側に車少し見えてるところが道の駅で、結構歩かないといけないんですけど、心配はトイレ。臨時駐車場にはトイレがないので、トイレまで結構歩くし、夜は怖いかも。すごい遠いんだけど、道の駅摩周温泉です。トイレ遠い。どうしようかな。一応携帯用のトイレは持ってきてるんですよね。なんだろう、橋摩周温泉公園、湯の島公園、なんだろう橋、水郷公園っていうのかな、なんだろう橋、ちょっとだけ行ってみます。あ、すごくなんか整備されて綺麗です。散策路になってんのかな。近寄らないでって。あ、そうだ、トイレの話。一応防災グッズの中に入ってたトイレが、あのポータブルトイレがをもう一応は持ってきてるんだけど、なんか段ボールだからちょっと、私太ってるからちゃんとしたポータブルトイレっていうのかな、それを今回プライムデーに頼んだんですよね。もしかしたら今後車中泊で使うかなと思って、今回の車中泊の旅にはもう間に合わなかったので、一応段ボールのポータブルトイレは持ってきたんですよね。あ、綺麗。見えるかな。
あ、なんかすごいのが見える。ここに吾妻屋があって水車があります。あ、なんだここはすごくいいところです。でも向こうにもなんか建物らしきものは見えるんですけど、橋の向こう、ちょっとここから見るだけにします。7時18分です。23度の湿度が 77% でムシムシします。ですね、ちょっと荷物がいっぱいすぎて、まあ、いつもなんですけど になるようなお弁当とかがなかったので、近くのお弁当屋さんで、唐揚げ弁当をさっき買ってきました。岡家庭さんの唐揚げ弁当を今日はいただきたいと思います。
が 70% です。ちょっとムシムシしますが、多分飽きてるので、多分このまま寝れるんじゃないかなと思います。あと網戸して窓開けてるんですけど、とにかく虫が入ってきちゃって、もう寝ようと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。5時50分です。18度の湿度 83% です。はあ、寒くて夜中に毛布出しました。おいしい。今は6時50分で、19度で湿度 82% です。おはようございます。今は8時34分です。昨日は曇りと雨だったんですけど、今日は雲があるんですけど、晴れてて、今も8時半なんですけど、半袖でも暑いぐらいです。これからマッシュコを見て、そのままノンプランなんですけど、ぐるっと絶景を見に回ってみたいと思います。道の駅摩周温泉、ありがとうございました。天気悪いな。朝ちょっと晴れたんだけどな。ああ、霧かかってるし、これは霧の摩周湖だね。こんにちは。いただきます。あ、いくら？500円。はい、どうもありがとうございます。はい、これ、ヨーザーの駐車場も入ってます。
ミモザカスカスでございます。これで使えるの？そうです。共通なの。はい、ありがとうございます。明日で使えますもんね。はい、わかりました。はい、左へどうぞ。ありがとうございます。マシュ、マシュ湖の展望台に着きましたと。ちょっとだけ晴れてきたのでよかったです。見えるかな。来る途中すごい霧かかってたんですよね。見えるかな。あ、なんか晴れてるよ。鏡のように湖に山が映ってる。綺麗。綺麗。今回は初めて2泊3日の車中泊旅をしました。あいにくの天気で曇り時々雨になりましたが、とっても楽しい時間を過ごすことができました。道に迷ったり間違えたりして長距離の旅になりましたが、充実した旅でした。2日目の朝です。摩周湖の第三展望台に着きました。すごい、すごい雲海が広がってます。初めて見ました。すごい鏡みたいに湖が映ってる。あ、すごい綺麗、綺麗。有料の駐車場のところ人もすごいし、観光バス止まってて、Thank you.
だけど今日のうねうねも怖いです。着きました。あ、もくもくしてます。ちょっとだけ近くまで行ってみたいと思います。すごい硫黄の匂いがすごいです。もくもくです。阿寒国立公園川湯、はあ、すごいすごいよ。シューって音がして、もうすごい暑いです。ここまで来るとすごいですね、熱風で。なんかボコボコしてるところに行ってみたい気もするけど、ですね、頑張って行ってみますか。もうちょっと怖いんだけど、あのね、ここのちっちゃいところからもブクブクしてるの。行きます。見えるかな。もう間近まで来てる。はい、すごいでしょう。シューって言いながら、あ、はい、
からもちっちゃいね、なんか煙が出てます。すごいよ。あ、伝わるかな、この、いや、もうなんか地球生きてるって感じ、すごいです。桜の滝に着きました、では行ってみます。あ、熊出没注意。
はい、上の小池に着きました。嘘みたいだマシュー展望台に着きました。
天気、ぐるっとパノラマ、ビオロ峠。あーすごーい、屈斜路湖見えた。でもなんか、これ何、霧、ガス、雲。24度の湿度が76%で相変わらずムシムシしてます。今ちょっと前に道の駅に着いたんですけど、土砂降り、バケツをひっくり返したような土砂降りで、やっと車中泊の準備しました。これからご飯食べてゆっくりしたいと思います。はい、おはようございます。今6時半です。23度の湿度は 88% です。ですね、
今ちょっとずつ片付け始めてます。あ、そうだ、以前初めて車中泊とかした時はこの助手席の後ろでベッド作って寝てたんですけど、で運転席の後ろに荷物を置いてたんですけど、3回目の車中泊の時から逆にしました。今は運転席の後ろで寝て、助手席の後ろにテーブルとか作るようにしました。なぜかというと、そっちの助手席の後ろに寝て、助手席の後ろのドアから出入りすると、ドアを開けるたんびにピー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 ってなるんですよね。だからちょっと夜とか出入りするときに、ピッピッってドア開けるたんびになったら周りの方たちにちょっと迷惑じゃないかなと思って、反対にしました。そっちのドアからの出入りはしないようにして、今はこっちの、運転席の後ろから出入りできるように、こっちだと開けても音が鳴らないので、こんな感じ。あ、できた。こっちだとピッピ鳴らないので、今は運転席の後ろから出入りしてます。これを買ったんです。秋に行った時に湿度がもうエラーになっちゃうぐらい車内の中の湿度が高くて、もうメガネも曇っちゃって、初めて車中泊した時にすごい困っちゃったんですよね。それで今回電気の使わないのを買って、次回の車中泊に持って行って活躍してもらおうと思います。熊よけの鈴、熊よけの鈴って100均で熊よけの鈴見つけて、これを購入したんですけど、これって止めることができなくてずっと鳴りっぱなしでちょっとうるさいので、 Amazon でポチったのがこっちです。これは普通に鳴るし、磁石になってて音を止める消すこともできます。こっちの方がすごい使いやすいと思います。鳴らしたくないなっていう時にこうやってやれば鳴らなくなるので、こっちはずっと鳴りっぱなしです。今日の天気は晴れです。このまま帰るのはもったいないので、これからサホロ湖の方に行ってのんびりと過ごしたいと思います。今回は初めての2泊3日の車中泊の旅でした。大自然に触れて心が癒されました。ドタバタしながらの旅の記録になりましたが、皆さんと笑顔や感動を共有できたら嬉しいです。今回は初めての3泊4日の車中泊で積丹方面へ旅をしようと計画しましたが、台風の影響で天候が悪くなりました。そこで急遽網走方面に目的地を変更したんですけど、途中で体調を崩してしまい、車中泊を1泊2日に切り上げることにしました。今回は1泊2日の車中泊の様子をお伝えしようと思います。まあ、青空が見れてません。
に出かけようって計画立ててたんですけど、ちょっと台風の影響で、なんか天気があんまり良くないみたいで、どうせ絶景を見に行くんだったら晴れてる方がいいかなと思って、それでちょっと積丹の方は諦めたんですよね。で、一応、天気予報を見ながらどこに行こうか考えたら、なんか北見とか網走の方がちょっと曇りとか晴れマークがついてたので、傘マークはついてなかったんですよね。それで一応急遽今朝ちょっと猿間の方まで、猿間湖の方まで行こうかなと思って、お昼ぐらいに出てきたんですけど、今3時42分でナビの到着予定時刻が19時10分なんですよね。もし猿間湖の方に着く前に運転がしんどくなったら、どっか違う場所の道の駅を探して車中泊しようかなって考えてます。なので一応、目的地は道の駅サロマ湖なんですけど、今4時12分です。外気温は23度でとっても涼しいです。なんか雨が降りそうなぐらいすっごい暗い空だったんですけど、陸別を越えてからなんか青空っていうか、本当にちょっと隙間から青空が見えたりなんかしてます。今5時なんですけど、外気温が21度です。40分ぐらいでサロマ湖の方に着くのかな。 Google ナビさんはあと40分ぐらいになって、ルーミーのナビはあと1時間半ぐらいかかるなってます。どっちだろう、1時間以上はかかるのかな。とりあえず安全運転で頑張るよ。え、着いた。あそこなんだろう、あの三角屋根のところ。あの三角屋根何？あ、道の駅サロマ湖って書いてある。行ったところ
ールみたいなので、そこにちょっと10分ぐらいで着くので行ってみたいと思います。で、そこで車中泊できそうだったらそこで車中泊して、もしできそうもなかったら今の道の駅まで戻ってこようと思います。なんか正面に海見えた。違う、サロマ湖？どっち？サロマ湖？あ、サロマ湖？これもしかして。だって向こう側になんか、え、なんか陸見えるもん。あ、サロマ湖だ、きっと。キムアネップサキキャンプ場、キムアネップサキキャンプ場って なってる。ここが休憩所。休憩所。トイレなのかな。サロマ湖サンセットパーキング。いや、もう暗くなってきて、そこにちょっと向かって、あ、すごい光ってきれい。雲もねオレンジ色、波もね光ってきれい。サンセットパーキングに着いたんですけど、ここはなんか車中泊できるような感じではないです。
車中泊の一応準備が終わったので、今は、8時13分、21度の、湿度が 81% あります。あと最初にこのキャンプ場について、それから、サンセットパーキング、そっちで、サロマ湖近くで見て、で戻ってきて、で車中泊の準備をしたんですよね。で一応これからご飯、お腹ペコペコなのでご飯食べたいと思います。今日はおやつを持ってきたの。まずこれ、おいしい低糖質カスタードプリンっていうやつで、糖質がなんと 2.6g しかないので、私でも安心しておいしく食べられるプリンです。あともう一つはこれ、初めて食べるんだけど、スーパーで見つけたので思わず買いました。とろけるくず餅、黒蜜きなこかけで、これも、あ、間違っちゃった、これ炭水化物 24g もある。2.4g だと思って買っちゃった。でもせっかく買ったからこれも食べる、食べます。新しく仲間になったアイテムをちょっとだけ紹介したいと思います。まずですね、この扇風機です。今まではこっち側にある扇風機と、もう一台小さいのを2台で、車中泊の時2台使ってたんですけど、あれだとちょっと暑くてちょっとしんどかったので、もうちょっとパワーのあるやつを買いました。これはすごい涼しいし、首振り、首振りにもなります。あとなんとライトもつくんです。車中泊の時に使いたいと思います。すっごく涼しいの。これ
摩周湖温泉、道の駅摩周湖温泉に泊まった時にものすごい虫がいたんですよね。それでちょっとこのなんか虫、あれ充電してくるの忘れちゃったかな、これなんか虫が寄ってきてパチパチして死んじゃうみたいなのと、あとこんな感じでライトにもなります。これを買いました。で3号缶の缶を入れるやつ、これなんていうの、冷えるやつ、このスイカを買いました。これはニトリの蚊取り線香ケースで、蓋を取るとここに乗せてこんな感じで使うのでいいかなと思って買いました。あとはこれも虫よけの虫こないもん、虫こないもんってやつと、あとはこれも虫よけのやつなんですけど、腕とかに巻いて使うやつなんですが2個買いました。ちょっと虫刺されやすくて、刺された後すっごい腫れるので準備をいっぱいしました。あとは新しいアイテムじゃないんですけど、これ一応乾燥させてマックスちゃんと使えるように、除湿器なんですけど、電源のいらない除湿器で、ここのオレンジのボールが真っ黒になるまで一応使えるみたいです。で真っ黒になったら専用のなんかスタンドみたいなのに挿して、黒からオレンジのボールになったらまた使えるっていう感じで、電源なしで一応ずっと使えるものなので、これも持ってきました。あとですね、このテーブル見えますか、なんとですね押し入れの収納棚を、車から下ろして、この木目調のテーブルを買いました。でこれは奥行きが50センチで幅が100センチあります。一応ですね、やばい、取れちゃって格好悪いんですけどに、テープ、養生テープを貼って止めてるんですけど、今みたいに時間が経つともう全部外れて、養生テープも外れて落ちて、朝起きたらなんか外から丸見えの状態になってたりします。めっちゃ恥ずかしいです。これどうしたらいいのかなって考えながらそのまんまです。これですね、やっぱり冷え冷えのビール飲みたいなって思ったので、このこれなんだっけ、ワークマンのクーラーボックス、アイスボックス、これですね、ワークマンのクーラーボックスで、今これロックされてる状態なのかな。で、開けると
に、よいしょ、こんな感じ、こんな感じで、ビールとかお茶とか入ってます。これだと冷え冷えになってるので美味しいビールが飲めます。今10時17分で24度の湿度 77% です。ちょっと YouTube 見たりしてゆっくりしてたんですけど、もうそろそろ寝たいと思います。じゃあ皆さんおやすみなさい。おはようございます。今5時59分で23度、湿度 75% です。外はじゃあ少し晴れてます。おはようございます。今6時48分です。ここのキャンプ場を出る前にちょっとサロマ湖を見てみたいと思います。曇ってるけど雨は降らないような感じです。朝のサロマ湖も素敵。少し晴れた感じもしますけど、今日一日雨が降らないことを祈ってます。24度湿度 68% です。とっても過ごしやすいです。ここずっともう30度以上30度から34度5度までの気温だったので、もうちょっとバテ気味だったんですけど、ここはもう本当に涼しいです。夜少し窓開けて寝たんですけど、寒くて途中で閉めました。今9時44分です。外気温が25度です。めちゃめちゃ晴れました。すごい天気いいです。半袖でもちょっと暑いぐらいです。ではキャンプ場を後にして、はい、では出発したいと思います。わあ、なんかすごいこの景色。
パパ、レイクサードパークのウトロに着きました。パークゴルフ場とキャンプ場が併設されてるところです。少し散策してみます。湖までめちゃめちゃ遠い。すごい広いところ。あ、湖見えた。遠い。どうやって行くの、あっちまで。あ、展望台、どこって書いてある。なんか山の中に開けたところがあって、湖とでパークゴルフ場があって、建物も新しいし、トイレも綺麗でした。なんか展望台に来たんですけど、ロープがかかってて入っちゃダメだよってなってます。あら、一応今能登岬に着きました。白と黒の灯台です。ワシレ国定公園の能登岬。正面に網走駅が見えます。網走監獄行きたいけど、なんか一人じゃ入るのやだな。行ってみたいな、でも一人だとな。いや、どうしよう。万が一発作起こしちゃったらな。
えないの。はっきり。今回は祈祷師野営場で2泊3日の車中泊をして、のんびりゴロゴロして過ごした1日目の様子をお伝えします。今11時40分です。外気温は30度です。雲が少しありますが、めちゃめちゃ天気が良くて気持ちいいです。今日は雨雲を避けて釧路方面に向かっています。一応目的地は祈祷師野営場というところです。到着予定時刻が14時40分なので、ちょうど3時間ぐらいかかるのかなと思います。それでは安全運転で行きたいと思います。あのね、なんで今日祈祷師野営場に向かってるかっていうと、購入したテーブルを使って絶景を見ながら食べてみたかったの。行くのもありかなと思ったんだけど、
結局コンビニとか探したんですけどなくて、釧路のコープ札幌まで戻ってきました。で食料品買い込みました。2時12分でだいぶ時間ちょっと留守しちゃったんですけど、これから北牛野営場に向かいたいと思います。釧路まで戻ってくるんだったら、なんかさっきの高速みたいなところ終点まで行かないで途中で降りればよかったんだね。時間ぐらいかかったかな。皮はまだ片付けてないんですけど、
感じ。髪どもつけました。すごい暑いです。前はもうこんな感じで真っ暗くしてます。これから中片付けてご飯も用意をします。結構びっちり車が止まってます。ここは無料のキャンプ場です。ここがトイレ、ここがトイレです。今4時27分、25度で湿度 76% です。はい、なんとか車の中すっきりできたかな。こんな感じ。扇風機置いて、一応ね、網戸まだ開けてます。まだ開けて網戸してます。こんな感じです。そして鹿が入ってくるので網戸してるんですけど、はい、こんな感じ。車の中から海が見えます。3時間以上かかったけど来てよかったです。すごい涼しいし過ごしやすい。今4時41分です。26度の湿度 75% です。やっと落ち着いたので、冷え冷えのビールを飲もうと思います。あ、痛い。今日はね、グラスも冷え冷えなんです。釧路まで戻って買った、おつまみを食べながら外の景色を見てゆっくりしたいと思います。こんな感じ、外もこんな感じ。
中の駅とかで泊まることが多かったので、なんかいいですね、こういうキャンプ場とかに泊まるのゆっくりできるし、多分明日も晴れ、曇りか晴れだと思うので、体調に問題がなければもう一泊ぐらいしたいなって思います。から帰ってきて、テーブルをこう横に横向きにまた直したの。そうするとこうちょうどインフレーターマットもちゃんとまっすぐに引けるし、足もぶつけることもないし、そんな感じで今日を後ろを開けてずっと海見ながら、もう本当にゆっくり過ごしたんだけど、
うん、こういう形でビール飲んだりおつまみ食べたりして、うん、大丈夫だった。なので、当分はまたこの形で行こうと思います。ちょっとわからないけど、またもしかしたら帰るかもしれないけど、暑かったんですけど、これは閉めました。本当はずっとしばらく開けて波の音でも聞きながらゆっくりしようと思ったんですけど、なんか丸見えなのはやっぱり恥ずかしいので閉めちゃいました。これすごい暑くなって、これ熱い、これすごい熱くなってる。こんな熱くなっていいやつなのか。熱い。これって下熱くなるのかな。ならないみたいだ。あ、びっくりした。なんで動いたの。どこもかしこもめっちゃ熱い。じゃあ、めっちゃいい匂いする。じゃあ、おから粉で作ったお好み焼き、四角くなっちゃったけど、いった、ぶつけた。あ、ビールはないけど、これオールフリーがあったからこれにする。あのね、すんごい冷え冷えなの。お茶とかもね入れてきてるんだけど、すごいの、こんな冷え冷えなの。びっくり。あ、ソースはね、おたふくのお好み焼きソースなんですけど、糖類 70% オフのソースです。ちょっとね、普通のソースと味が違うんだけど、糖質があるので、なるべく糖質のないもの、のアルコールなんですけど、せっかく買ったからこれに入れて、じゃあ2回目の今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あ、おいしい。冷え冷え、すんごい冷えてる。作りのお好み焼き
温めたやつなんですけど、いただきます。中まで温まってるかな。星空とかすごい綺麗に見えるだろうなとか思って外に出ようと思ったんだけど、真っ暗で周りがね何も見えないと怖くて、23度の湿度が 78% かな。はい、すごいゆっくりできたので、もうそろそろ寝ようかなと思います。明日もここでゆっくりしたいなって書いてます。では皆さん、おやすみなさい。寒くて何回も起きました。18度ってこんな感じ。寒い、めちゃめちゃ寒かったです。6時6分19度、寒くて丸まってました。いや、めちゃめちゃ寒いけど天気はいいですね。朝起きて目の前が海ってすごいなって、外に出られません。おはようございます。今は6時ちょっと過ぎたぐらい。すごく気持ちいい朝。方が景色綺麗です。雨の反対側の景色はこんな感じです。23度で湿度がハイになって、エラになってる。
朝起きた時は18度とか19度でめちゃめちゃ寒くって丸まってたんですけど、今は暑いです。朝ごはんなんですけど、いつもパンを作ってるんですけど、糖質を考えて薄まパンを作って食べてるんですけど、朝薄まパンを焼いて、あと昨日もザンギ買ってきてたんですけど、お腹いっぱいで食べられなかったザンギも温めて食べたいと思います。やっぱりこういう IH のやつがあるととっても楽ですね。これ買ってよかったと思います。めちゃめちゃいいです。あ、すごい結露。朝早い時間に皆さん IH から出ていった車が何台かあって、真正面に海が見えるところ空いてるんですよね、今だったら。だけど車を動かすとなるとまた荷物移動させてとかってものすごい大変なので諦めました。7時44分で25度、湿度 78% です。なんか一気に暑くなりました。しないでくださいね。あ、ちょっと入らないかな。でもいい、頑張る。今エコフローのポタデン使ってるんですけど、700だったかな。これだとなんか食事の用意したりするのに2泊3日はきついですね。700じゃきっと2泊3日は足りないですね。車の中から見える景色です。あ、この景色を見ながら朝食を食べます。なんか癒される。
帰りたくない。帰りたくないんだけど、もう一泊したいな。あっち、あっちいいかも。でしょ。そしてチャンギ冷たいからチャンギも温めます。あ、こんなにたくさん入ってるんだ。ザンギ温めてます。そしてからだシフトのシリーズのピーナッツクリームで糖質 40% オフです。なんか緑が全然ない、茶色い、茶色だけの朝食になっちゃったんですけど、許してください。見栄え悪いけど。熱々のザンギ、茶色尽くしの朝食なんですけども、いただきます。ザンギめちゃめちゃ美味しいです。スマパンも食べます。あ、外カリカリ、今10時20分です。25度です。めちゃめちゃ天気が良くて暑いです。暑いんだけど今日は夜なんか雨らしいんですよね。車の中から見る景色もこんな感じで見えてます。すごい癒される。感じ、風が少しあってとっても気持ちいいです。もう帰りたくないです。ルーミーはこんな感じで止めてます。そしてお越ししたんですけど、景色がもう少しいいところに移動してきました。そしたらね、移動の最中にね、入れたばっかりのコーヒーをぶちまけてしまいまして、もうコーヒーだらけで、車の中がコーヒーのいい匂いで充満してます。すごい景色いいでしょう。昨日はもっとこっち、この辺から見てました。そして今朝早くからもう皆さんが
ここの野営地を旅立っていったので、だいぶ空いたのでこっちに移動してきました。こっちの方が綺麗でしょ。少し散策したいと思います。こっちは少し低くなってるの。ルーミンがあっち少し高いところに止めてます。そして少し低くなって、トイレがあそこ、とっても綺麗です。水洗じゃないけど簡易水洗のトイレでした。無料の野営地なんだけど綺麗でしたよ。そしてずっとこっちに歩いていって、昨日はこの辺もずっとびっちり車が止まってました。今は皆さんもういなくなったので数台しか止まってないです。でこの辺多分あそこが炊事と、多分あそこが炊事と、炊事と、ゴミが捨てられるみたい。天気良くて良かったです。そしてあそこが、ここが炊事場。昨日はこっちまで来なかったんですけど、ここが炊事場になってます。ここが炊事場、綺麗綺麗に使われてます。そして無料なんですけど、なんかね、ゴミが捨てられるみたい。段ボールは流しの下に、ここはゴミ捨て、ゴミが捨てられるみたいです。缶と瓶とペットボトルと生ゴミ。そしてこっちが、こっちが昆布森シレパ自然休養林ってなってる。奥にずっと続く道があるんですけど、ちょっと私は、あ、ここ遊歩道になってます。遊歩道になってるんですけど、ちょっと行くのやめます。では戻ります。あ、こっちまで来た方がなんか景色いいみたいな気がする。背の高い草が美味しいってないから。はい、戻ってきました。ここがルーミーの泊まってるところから見える景色です。後ろ全開にして網戸つけてます。はい、今10時54分です。24度の湿度が 75% です。結局ですね、あれからのんびり散策したり、ぶちまけちゃったコーヒーなくなっちゃったので新しいコーヒーまた入れました。でのんびり過ごしてました。やっぱり帰りたくなくて、もう一泊車中泊することにしました。癒されるっていうか、ここは自販機とかそういうのが全くなくって、一応ちょっと多めにお茶とか
お水も2リットル1本持ってきてるので、あと1泊しても大丈夫だと思うんですが、問題はご飯を、食事の用意を200分してないので、食べきれなかったおにぎりとか、あとカップラーメンをいっぱい持ってきてるので、カップラーメン食べてのんびり過ごそうと思います。で、天気予報では今晩雨みたいなんですけど、なのでちょっと夜は開けられないかもしれないんですが、とりあえずここでもう一泊のんびり癒されながら過ごしたいと思います。テーブル買ってよかったです。17時2分です。21度の湿度が 95% です。外はだいぶ風が強くてちょっと寒くなってきました。昨日も食べようと思って買ってきたんですけど、お好み焼き食べてお腹いっぱいになったので食べなかったポテトとかがあるので、それとおにぎり食べたいと思います。あとは焼きたらこ、ビールなんですけど、昨日の朝入れたビールがキンキンにまだ冷えてます。すごいですね、これこのコンテナ買ってよかった。なんか雨降りそうな天気です。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。めちゃめちゃ冷えてて美味しい。美味しい。
とはこんな感じ。道の駅での車中泊なんですけど、こういうキャンプ場の車中泊のんびりできていいですね。すっごく癒されました。23分24度、湿度は相変わらずエラです。外は全然天気が良くなくって、海なのか空なのかわからないぐらいどんよりした感じなの。なので朝食を食べて片付けて出発しようかなと思います。もうカップラーメンとお茶ぐらいしか残ってないので、これ見えるかな、リンガーハットの長崎ちゃんぽん糖質 30% オフ、これを食べたいと思います。シリー、はい、4分のタイマーセット、4分のカウントダウンを開始します。
美味しい。来た時はここがオレンジ色だったんですけど、2泊して真っ黒くなりました。だいぶ除湿してくれたのかなと思うんだけど、今朝はもう湿度がエラーになってたので、2泊3日はちょっとこれ2本じゃ足りなかったのかなと思います。ございました。本当のっぺりできたな。車中泊を楽しみながら、いろいろな思い出を作っていきたいと思います。ドタバタしながらの旅の記録になると思いますが、皆さんに旅の様子をお届けしたいと思います。笑顔や感動を共有できたら嬉しいです。そしてぼっちで引きこもりがちな私にコメントをくれると励みになります。コメントお待ちしております。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンを押してくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したらねー。